小林年さんとは、明治時代の浮世絵師、編集者、出版家。生は小林、または古林、名は、坂江聖。天才、進む才、清水、岡、新才年さんなどとコース。現在の三重県に生まれた氏族で、上京して月岡義都の門人となる。明治7年頃から義都の補佐として、名が記され、明治19年頃まで、浮世絵や、 刺し絵などの作品が見られる。西南戦争の戦争絵や風俗画などの浮世絵を描いたほか、図版や書籍の編集人や出版人としても活動した。京橋区、銀座や猿楽町二丁目に居住したが、吉利氏が浅草スカ町に住んでいた、明治19年頃、27名の門人に当てて出した、書状には、神楽神保町小林年三殿とある。 生没年は明らかではないが、明治31年に混流された月岡義俊王の石踏みには、義俊社中古門人の中に小林年三の名があるので、これ以前に没していたものとみられる。なお、現職清江大百科事典、第二巻では、震災年校と同一人であるとみなし、年光が明治13年から年三と称したとしているが、それ以前に反抗された。 年三落肝の錦絵があり、また、震災年功と合した人物は存在しないので、古伝であろうと考えられる。ありがとうございます。